ブッダデーブダースグプタは、インドの西ベンガル映画で活動する映画制作者、詩人。代表作に、ボーグボホター、タヘイダーコット、キャロカー、ウッタラがあり、ナショナルフィルムアワード最優秀長編映画賞を5回、ナショナルフィルムアワード最優秀ベンガルを、長編映画賞を1回、ナショナルフィルムアワード最優秀監督賞を2回、受賞している。詩人としての代表作には、ガバレイリー、 コフィン・キンバ・スーツケース、ヒム・ジョック、チャホ・タ・カヒニ、ロボター・ガーン、スレシュ・サ・カビタ、ボンボーラー・アス・チャー・ヤ・カヒニ、オ・アナ・ニアカビタがある。1944年に、現在の西ベンガル州プルリア近郊のアナラで、医者の息子として生まれる。彼は九人兄弟の第三子だった。父、タルカン・タダ・ースグ・プタは、インド鉄道の専属医師だったため、ブッダ・デーブは各地を転々とする。 幼少期を過ごした。12歳の時に、ハウラーのディナバンデコに入学するためコルカタに定住した。インドパキスタン分離独立後、父、タルカンタはカラグプルに移住し、ついでマネンドラガーに移住した。ブッダデーブは成長後にスコティッシュチャーチカレッジとコルカタ大学で経済学を学んでいる。ブルードワン大学のシャームスンダルカレッジで経済学の講師を務め、 1976年に経済理論と社会的、政治的現実の落差に幻滅したことをきっかけに映画制作の道に進む。ブッダデーブはカルカッタ映画協会に入会して、チャールズ・チャップリン、イングマール、ベルイマン、黒沢明、ビットリオーデシーか、ミケランジェロ・アントニオーニの作品から映像技術を学んだ。1968年に10分間の短編映画、 サメイヤーコカを監督し、1978年に最初の長編映画、ドーラ・トアーを監督した。ブッダデーブは映画制作の初期においては、サタジットレイの現実主義的な内容に影響を受けた作品を制作し、後に彼独自のリリシズム的な作風に移行した。彼の監督作品で高い評価を得たものとして、ボーグボ・ホター、タヘイダー・コット、キャロカー、 ウッタラが挙げられる。第8回ムンバイ国際映画祭に出席する、ブッダデーブダースグプタ第53回、ナショナルフィルムアワードで最優秀長編映画賞を受賞するブッダデーブダースグプタ。ありがとうございます。